皆さんこんにちは。こんにちは。赤井菜です。山田です。チャッチーです。はい、よいしょ、頑張ってこー。はい、ということで本日乃木坂じゃんけん、やったー。今回は私たちも国民的アイドルになるべく乃木坂46さんに清楚を学ぼうという趣旨の企画です。それではルール説明です。皆さんご存知、男気じゃんけんに習ってお会計はじゃんけんで勝った人がおごります。また乃木坂っぽくない言動をした場合、しっぺを受けてもらいます。果たして私たちは乃木坂のような清楚なアイドルになれるのか、最後まで見守っていただけたら嬉しいです。それでは乃木坂じゃんけんスタート。第2回戦です。前回すごい好評だったので、やしながら乃木坂じゃんけんになります。マリンしか運転できないので、マリンなんかすごいね、切れそうなんでね。本当に何も言わなくていいから、もう本当に安全です。じゃんけんだけ、はい、じゃんけんどうすんの。あ、グーとか口頭でいい。あ、口頭系、口頭系女子、口頭系女子で、前回の乃木坂じゃんけんがしっぺだったんだよね。そうだね。で、乃木坂っぽくない言動したらしっぺだったんだよ。そうだね、そうだね。乃木坂さんの曲にデコピンっていう曲があったなと思って。そうなんだ。だから今回はデコピンにしたいな。デコピン、しっぺじゃなくて。あ、デコピン。うん、あ、そうなんだ。ちょ、うちらまたデコピンうまくなっちゃうんだ。あ、大丈夫よ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 、安全運転で、安全運転でよろしくね。なんかさっきも警官にすごいキレられそうだった。すごい半切りの目で見てる。マジで標識をなんかあまり曖昧もしかして8割ぐらいしか覚えてないのか。大丈夫です、大丈夫ですか。いや本当に知らないうちらに聞くのやめて。本当に何とか言われたらちょっとうちら答えられないで、安全運転で。じゃあ今から、まあ、向かうところは特に決めてなくて、うん、ドライブスルーとか、あと寄りたいコンビニとか行きたいってなったら、うん、随時泊まる感じで。そうだね、はい。なんか食べたいものある？なんかせっかくだからさ、うん、車だからさ、うん、なんかサービスエリアとか行きたいな。あ、いいね、うん、なんか歩きじゃ行けないとこ行きたい。そうそう、行きたい行きたい、ね、じゃあまあ行きたいとこあったら言ってもらって、はい、エビナもいいね、うん、マリンが行けそうだったら頑張ります。頑張る。エビナ行こう。エビナ、楽しみ、やった。それでは今からスタートの合図で乃木坂になります。皆さんいいですか？はい、マリンちゃんは乃木坂っぽく運転する。乃木坂っぽく運転する。乃木坂運転する。若者いじゃん。行くよみんな。はい、行きます。はい、それでは乃木坂じゃんけん、よーい、スタート。すごいさ、久しぶりだね、運転てかドライブ。そうだね、ドライブね。最初の頃に、うん、AV 実況しながら、うん、あ、ごめんなさい、 V 実況しながらあ、大丈夫今の。でもこれは企画の名前だから。大丈夫、大丈夫かな。言っとく、乃木坂 V とか言わなくない？ちょっとアウトだよこれは。アウト、うん、どうしよう。じゃあ次から伏せ字で行くか。そう、伏せ字で行こう。ごめんなさい。じゃあデコピン、うわ、ちょっとこれ難しい。じゃあ行きます。あ、これでやった方がいいよ多分。なにそれ、え、独特。いや、こっちの方がいいって絶対。これでこれで弾くの。ちょっと、ちょっと早くしよう。もう、あ、ごめん、今止まってる間に。行きます、デコピン。いた今私デコピンの方が得意かも。なんか新品より痛い痛い新品なんか痛い。すごい、全然痛くなかったかも今。もう、あ、本当にデコピンいいね、ヒリヒリ。今ド M 出てる、ド M 出てる。ちょっとお腹すいちゃった、やばい。いや、早いな早いな。食べこう。でも私も水飲みたいからちょっとコンビニ寄りたいかも、ね、そうだね、コンビニ寄ろっかとりあえず。あー、バーミヤン。いや、バーミヤン重くない？朝から。何か一旦決めるか、一旦。そうだね、ちょっと一旦水と
あとじゃあなんだっけ、メートレモン飲みたいな。あ、アイス食べたいな。あ、いいじゃん。あ、いいじゃん。ハーゲンダッツ。え、いいな。ハーゲンダッツ食べたい。ハーゲンダッツ食べたいやん。じゃあハーゲンダッツにしようよ。ハーゲンダッツにしようか。ミルクハーゲンダッツ。え、何味がいいかな。あ、おすすめでいいや、みんなの。おすすめでいいの。買ってくる人のね。バニラ、バニラ、バニラ。抹茶。バニラ。なんかあアーモンドみたいな、あアーモンドキャラメルキャラナッツみたいなのにしようか。さ、一旦さ、一旦私さ、財布にさ、200円しか入ってやあら どうすればいい、はい、どうすれば一旦確認させて。わかった。200円か、ちょっと厳しいね、さすが。嘘嘘、2倍あった。400円。いや、まあ、変わんないんだけどね。400円でも400円しかなくて、今日どうするの？どうするの？ナナちゃんどうするの？マジでちょっとあんま勝ちたくない。勝ちたくない。ない。ちょっと今のは良くないよ。良くないね。これはデコピンじゃない？ちょっと乃木坂こういう弱音吐かないから。弱音って事実なんですけどこれは。勝てないよ。400円だよ。デコピンで行きますね。おい、舐めてんのか。痛くない。痛くないに決まってんだろ今。行くよ。2回も舐めるね。痛い、本当に。ちょっと痛い。力加減マカ。いやでもデコちゃんどうしよう、マジで勝てないよ。ねえねえ、待ってさあ、読まなあかない。勝てない。本当に勝てない。本当に勝てない。勝ったらあれじゃない？借りるじゃない？会社に。借金。うん、借金じゃない？借金しかない。うん。じゃあ行きますか、はい。今日初めての乃木坂じゃんけん。いや、今年初。あ、今年初の乃木坂じゃんけん。新年一発目乃木坂じゃんけん。せーの、乃木坂じゃんけん、じゃんけんぽい。イエーイ。アイコンでしょ。アイコンでしょ。もらって、はい、いいですか。はい、ありがとうございます。やあ、ハーゲンダッツだ。楽しいな、あの乃木坂じゃんけん。初めてやってた。ね、ほんとに初めてだ。そうじゃん。あオフタイムです。待って、めっちゃ出さない。ちょっとさ、外出るのちょっと恥ずかしいよ。いや、ほんとに怖いな、おごるの。マジでさ、マジで400円しかないから。いや、うちら普通にさ、もうお年玉、何、うん、いくらある。いや、私はもう本当にギリよ、結構。でも、まあ4000円ぐらいは入ってるけど。え、それなくなったら私マジで生活できないよ。10倍も入ってんじゃん、私の。いや、本当だ。でも私それなくなったら本当にもうあれで明日から0円生活だよ。うちらさ、別にさ、もうお正月とかお年玉もらえる年齢じゃないじゃん。じゃない。本当にきつい。まあでも私結構なんか、なぜか今年初めて、私親からお年玉とかもらったことなかったんだけど、お金なさすぎて親がなんかお年玉って言って、マジで、なんか名前だけつけて罪悪感ないようにくれたお金。ポチ袋。そう。あとなんかたまたまそのマリンちゃんと温泉行ったのね、うん、その行く時に私が財布忘れて一旦戻ったの、うん、そしたら奇跡的におばあちゃんが出てきて、あ、ちゃんちんちゃん、お年玉あげるよ、これでご飯食べてきなって。ちゃんちんちゃんって言わない。ねえ、ピー、ここピー、ピー、いや、だから、ここピー。
言ってくれて。ダサい人もだって。すごいダサい本当に。何なんの顔何の顔。おかえり。おかえり。あ、ありがとう。ありがとう。嬉しい。マリンのおもりだ。やったー。イエイエイ。あ、わあ。大変だったよ。わあ、嬉しい。君はマカデミアだ。あ、ありがとう。待って、私もマリアじゃなくてマカデミアだと思った。やだよ。あ。言ってよ。こちらハゲンダッツマカデミアのチャンジです。ハゲンダッツマカデミアな、こちら全部で1171円です。あ、水もね買ってきてくれたからね、2本ね、うん、安くない？いや、なんて何円って言った、ごめん、171円です。まあまあコンビニだからまだ10の口じゃない。え、そんなもんか。何だそれ。いやー、ごめんごめん、買ってきてくれた。そうよ。そんなもんか。いや、ハゲンダッツを久しく買ってなかったから。じゃあ食べよっか。食べちゃおう。開けてよ。いやー、がしょうがないよ。ないもんぐらい。いただきます。え、美味しいね。この味初めて食べた、めっちゃ美味しい。ふふふ、いいよ。私もいい。食べ方汚いんだけど。食べ方汚い、この人。いやー、待って、ごめん。はい、あー、いいね。すごい道いっぱいなの。すごいあるね。いいんじゃない？いけそうかな。いけ、okay。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。お願いします。行きます。誰に？あーちーちーあーちー燃えてるんだろうか。マリンって本当に関心適当なの。本当に適当。いやー、もう殺してんの。自ら。ずっと脳を殺してます。感情ないからねー言ってて。それは受ける。ああ、そうそうなんですか。感情ないの。感情ないんだ。ないんだ。もうなんかあるとか、なんかちょっとあるとかじゃなくて。ないんだ。先生からしたらね。からじわじわ来るわ。マック、マックのドライブスルーだったからマック行けるよ。行こう。はい、ということでマックのドライブスルー着きました。やったー。びっくりしたね、あると思う。ね、嬉しい、めっちゃびっくりした。じゃあみんな食べるもん決めてから。そうだね。行こう。何しようか。コーラ飲みたい、ちょっと。あ、飲みたいね、いいね。キンキンに出たコーラ。じゃあ、うん、サムライマック、ナゲット、サムライマック、いくらぐらいかな。1500円ぐらい。555だったら、うん、そうだね。1500円くらい。はい。じゃあ、のぎちゃんしまーす。のぎちゃん行くか。よし、行くぞ。はい。行くぞ。負けられない。せーの。のぎ坂じゃんけん、じゃんけん、ぽい。じゃあ行きますか。あ、どうしよう、私生活資金なくなりそう。ありがとう。こんにちは。250円です。ごちそうさまです。領収書お願いします。こういうところでよろしいですか。はい、はい、あ、あいや、でもこれだからみんなポイントカードがポイントカードが気づかせポイントカードが。はい、やべえ、デコピンだ。ポイントカードで。ポイントカードで。ページがちゃった。今解除中だから大丈夫。あ、そっか。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、来ました。やった。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。やっ、決まります。乃木坂イン。
イラって何おじゃる丸に出てくるあのピンクのさ鬼かと思った。アカネね。アカネ。あおキューブレイ。来たー。はい、アタイラ。あれダメなんだこれ。いただきまーす。うわー美味しそう。うまから見た。私これマジ好きなんだよね、サムライ。うまっ。待って、忘れてないみんな。忘れてない。うまって言う？うまって言う？あ、うまって言った。うまって言わない。じゃないかな。デコピン。うわ。あ、見た。おお。いやいただきます。いただきます。言った？言った。やあ怖い怖い。あんこいただきます。その後乃木坂っぽくマックを完食し、罰ゲームが発生することなく海老名サービスエリアに到着。難しいね、ここ。はい、ということで海老名のサービスエリアの近くの駐車場に着きました。やだー。これからサービスエリアの方行きたいと思います、はい、それではレッツゴー。はい、ということで海老名サービスエリアに着きました。やったー、久しぶりだね。めっちゃここは上りです。さっきさ、ギャルに聞いたらさ、上りは2回あるって言ってたよね。で、下りはメロンパンあるのは下りっすよって言ってたね。まあ、とりあえず登りね、来てみました。イエーイ。やな、まあ、結構ね、マリーちゃんとか運転疲れてると思って、うん、たくさん遊ぼう。遊ぼうぜ、うん、乃木坂忘れないでね。そのさっき今の遊ぼうぜとかもアウトですからね。アウトです。じゃあコピーしときます。チャンチ本当にめっちゃうまい。外なんでもっと痛いで、はい、じゃあ行きますか。行きましょう。レッツゴー。すごい、何これ。やばいやばい。うわ、ここに何か何があるだろう。回ってみる。そうだね、2階とかもさ行ってみようよ、せっかくだし。何なんだろう、2階。2階ご飯屋さんかな。前なかったよね。あったあった。え、あったの。びっくりした。深夜飯海鮮丼と二人ちょっとさ、カチマルくん。ねえねえ、ポケモン食える。好きじゃないじゃん別に。すごくない？なにこれ、ね、え、ポケモン好きなの？好きじゃない。こわ。でもすごくない？サイコパス。ここでポケモン食えるのすごくない？え、ガチャガチャあるよあんた。え、セレブガチャある。やばい。セレブガチャ、セレブガチャいいの？セレブガチャやろうよ。やりたい。え、やろうよ。セレブガチャ。え、待って、ハウトゥーは。あ、鶴亀が入ってたら、あ、これなんだ。それやばいな。え、アグのブーツある。やばい。うわ、すごいじゃん。え、ビーツもあるし。え、これやろうよ。やる？何円？千円ガチャか、要は。じゃあこれやろうよ。三人分やる？三人分。3000円。セレブガチャ三回。千円にしよう。ね、千回にしようか。怖いからやめよう。それ勝った人もいる。勝った人。はい。セレブガチャ、いきます。乃木坂じゃんけん、じゃんけん、ぽい。あ、あかんちゃんだ。あかんちゃんだ。勝っちゃったって言ってる？大丈夫そう？勝っちゃったって言ってる。言ってないです、言ってないです。やっ。勝っちゃったの。デコピンです。いいな。遅いな。遅いんだよ。長いんだよ。長いんだよ。長い。早くして。あれマジ大変。何何何の？パイ。パイ。あいこでしょ。わあ。うわっつった、うわっつった。デコピンレ、デコピンレ。おねこ、わからん、うるさい。今日ほとんどおねこしか出してないから。めっちゃ色おねこ、おねこ色。うるせえよ。せーの。
た。お願いします。じゃあお願いします。エレブガちゃん選んだ方がいいよ、ちゃんと。頑張れ頑張れ。何？帰ってきた。あ、帰ってきちゃった。行くぞ。何これ。行けー。お、すごいすごい。やばいやばい。撮ってる。オープンオープン。え、ちょっと待って。何？何？何それ？何？何？何それ？何？ブレスレットね。レザーブレスレットらしいこれ。レザーブレスレット？マジで。マジで。振動ね。マジかよ。マジでいらない。最悪なんだけど本当に。あ、じゃあそれつけときな。これ美味しそう。これ何？田辺さん。田辺さんが美味しそう。え、これ？そう。この店？そう、このお店。ロンカフェ？いいじゃん。何食べたの？クリームブリュレ。これこれが美味しそう。え、前これがいい。前これがいい。前前これがいい。前それ前それらしい。え、これ美味しそうじゃない？エビナイチゴ。ね、エビナイチゴ気になるよね。あとカスタードクリーム。いや、私それにしよう。なんつった？やべえ。ね、エビナイチゴ気になるよね。あとカスじゃんけんタイム。じゃんけんタイム。3000円ぐらい。私でも400円しか持ってないから。私も全部もう多分いくら。いや、今2000円ぐらいしかない。無理ちゃうわ。私はない。いや。まあ、いつもね、いつもないじゃない。やばいね。バコーンって消えていくの。マジで焦る。焦るね。めっちゃ焦っちゃった。マジで冷え止まんない。え、私今日さ、一回もさ、勝ってない。うわ、今日強いね。今日いい。ずっとこれがいい。すごい。めっちゃ調子いい。やっぱ心の焦りが出させるんだよ。出させるんだ。負けるってよ。チャンさん。ありがとうございます。オフタイムでいい。あ、オフタイムでいい。やったぜ。2個が3000円大きいよ。大きいよね。ちょっとこれ熱くて飲みたいんだけどちょっと恥ずかしい。じゃあみんなでね、これみんなでね、せーのでね、せーのでね、せーのポカ。あれなんでだよ。なんでだよ。
青い人たちいるってなる。なるよね。いいからいいからそういうの。やだ。長い感想で。見つけてもらえる。確かに。だってもさ、このなんていうの、戦争の、うん、戦争さ広まっちゃったらさ、もう確かに。確かに。分かっちゃうね。スキンチとかでさ色変えなきゃね。コムドットさんみたいな。メガネブス選手権しようよ。どない？あ、結構ね、いいね。いい。結構いい感じ。それでエントリーする？エントリー？あ、ちょっと、もうちょっと。結構、今、結構いいけどね。ベストだけど。あ、やばい、やばい、やばい。これで、これでエントリーする。やばい、やばい。やばい。待って待って、初期値がやばい、待って、一発目で、すごい、クオリティ高すぎる。やっぱ顔も大事だね。どうですか？あ、さっきの方が面白かったな。元からなんか目離れてるからか、なんかすごいなんか悪口。これは悪口。あ、それかも。じゃあこれでお願いします。これでエントリーします。はい。ブサイクやな。もうちょいいける気がする。もうちょい近づけて。あー、ここじゃない。好きだなそれ。すごいなんか。あ、じゃあそれで、はい、これでエントリーで、ありがとうございました。ファン投票です。はい、じゃあナタオで取りに行ってきます。はい、ありがとうございます。あ、あ、来たー、やったー。あ、これちゃんちのだよ。ごめん、あ、全然何がいいって言ってたっけ。あ、普通のやつっていいよ。マジで、やー、これにしちゃった。ありがとう。かわいいよ、かわいい。じゃあみんなでいただきますしてたよ。あと、うちも写真。食べよう。せーの、いただきます。うん、どんな感じなんだ。いただきます。うん、やべやべやべ。え、すみません、すみません。いた、痛い。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。美味しかったね。美味しかったね。なんかさ、お土産とかさ、ね、お土産買いたいね。確かに。うつ病の長男。お土産買いたい。撃たれてる。撃たれてる。うん、やれんの。次は？次はお土産。イエーイ。お土産はご当地キティ。欲しい。そうしてお土産を探しに行く3人だったが、全員破産寸前のため値段に日和。結局お土産を断念することに。いらない、まあ、いらないね。いらないかな。いらないよ。みんなだってね、あのエビナなんていつでも来れるって。そうだよ。別に神奈川県のね。まあまあ大丈夫。じゃあとりあえず帰ろうかも。か、帰るか。車戻ろう。もう出ちゃってるしね。もう出ちゃってる。早いな行動が。いや、帰ろう。暗いから。帰ろう帰ろう。暗いから帰ろうか。バイバイ。車戻ります。はい、バイバイ。はい、ということで。海老名サービスエリアでたくさん遊んで車に戻ってきました。はい、ということで本日これにて乃木坂じゃんけん終了です。ありがとうございます。ありがとうございました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 。疲れた。疲れたね。本当に運転もありがとうございました。ありがとうございました。乃木坂を回していただいて、じゃあ本日、はい、おごった金額を、うん、
出してもらいたいです。はい、皆さんに。え、あるもうみんな。あるよ、計算してる。計算します。ちょっと待ってね。うるさい、もう。いや、正直400円。本当にうるさい。じゃあマリンから。はい、私は2174円です。おー、何言ってるね。最初はね、セブンで1000円ぐらい使って、うん、その後ガチャ。あー、ガチャね。あった。ごめんね、忘れてたこれ。ダサ。めちゃめちゃダサくて。ダサ。ありがとう。じゃあ私ですね。あ、なんか多いな。まずですね、マックで2150円。あー、そして使ってんね、さっきサービスエリアで3520円。合計ですね、5670円です。ありがとうございます。ありがとうございました。楽しかったな、年末年始でしまう、ね、みんなにね、ご飯をたくさん食べてもらってね、私は嬉しかったです。楽しみね。はい、ありがとうございました。はい、私ですね、バン0円です。やったー。今日マジで400円しか持ってなかったから本当にマジですごいね。でもマジで勝てなかったの。勝ったら終わったから。財布にさ100円とかしか入れてこなかったら勝てんのかな。なんかやっぱ気概が違う。心持ちがもうなんか違うんだよ。2人と違うから、もう。あ、そっか、絶対に勝てないから。いや、気持ちで負けたかな。やっぱ気持ちの差が出る。違うから、勝った人がいいんだから。これはそうだね、そうだね。じゃあ、チンチが一番良かったんだね、今回は。ありがとうございました、本当に。おごっていただいて。はい、全然。乃木坂をありがとうございました。ありがとうございました。では本日これにて今年一発目の撮影終了です。はい、二発目か。企画は ね、今日が初めてでした。今年もこんな感じでやっていきます。はい、よろしくお願いします。お願いします。じゃあ乃木坂王から良いアクションいや、いいんだけどね、そういうの。はい、じゃあそれでは、はい、今年一発目の良いアクションをやらせて、はい、それでは、また次回お会いしましょう。よーい、アクション。ありのまま生きればいいんだ、そんな。ちょっとトイレ行ってきて。うん、オッケー。プレス。あ、すごい、気をつけてね。あら、ちょっと、すいませんあの、閉めてもらっていいですか。閉まんなかった。大丈夫かな、ちょっと時間ない。大丈夫かな、すごいのんびりいってるけど時間ないよ。ちょっと来い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 。